ラブから代々継承されてきたユニットスリーズブーケ、メンバーは木下果歩さん、音宗梢さん、フランス語で音宗梢さん、さくらんぼ色の花束を意味するユニットの名の通り、ステージ上でどんな花を咲かせてくれるのか楽しみにしております。もう十分咲いてますね、もうね、全くプレッシャーも何もないですよ。4回5回